はいどうもこんにちは、こんばんは。チートを使ったことないよって人は高評価、どうもセルフィーです。まあ多分正常な方ならまあ高評価をしているでしょうということでね、今回はなんですけどチートかくれんぼやっていきたいと思います。やったー。ということで今回はですね、レゴ版フォートナイトでチートかくれんぼやっていきます。まあこのマップね、僕が前まあ視聴者の方とまあレゴ版ねフォートナイトでまあかくれんぼをやった時に使ったマップなんですけど、ちょっとここのマップ使ってかくれんぼやっていきます。でちょっと僕今回は探す側で、やっていこうかなと思ってて、でどんなチートを使っていくかなんですけど、今回ミスティックスメンバーってやっていくんですけど、まずそもそもミスティックスメンバーなんですけど、あいつらレゴフォートナイト全くやってないんですね。なんで何言っても多分信じるんですよ。だからこのレゴ版フォートナイトね、近くいると味方のネームプレートも全部見えちゃうんですけど、そこをなんとかちょっと言いくるめて多分ごまかすことができるんで、まあ、まずねそのネームプレートで場所分かります。はい、もう隠れてもどこ隠れても場所分かります。そしてあとはね、はい、こういうね、まあ人ですよ。こういう人出したり、あとこういうね、まあグレネード投げたり、まああとはこういうちょっとブルートとかをねちょっと出したりして、もう大嵐ねしていこうかなと思います。今回このレゴ版フォートナイトかくれんぼで、いやマジでね、ミスティックスメンバーがもう全然ほんとレゴ版フォートナイトやってない、今がマジでチャンスなんで、もう何やってもねごまかすことができてしまうので、まあちょっと今回すごい面白い動画になるんじゃないかなと思ってます。ということでやっていきましょう。クリエイターサポートはゼルフィーにすると、もしかすると起きたら1億 V-BUCKS もらえてるかも。はいどうもこんにちは、ゼルフィーとエビとザクとユキミショエビオとなんでいつもこれできんのやろ。まあということでね、久しぶりにミスティックス集まりました。やったイエーイ。いやーということで、まあしばらくね撮ってない間にフォートナイトがいろいろと変わりまして、レゴモードが来ました。ということで今回はレゴ版フォートナイトにかくれんぼやっていきたいと思います。やったイエーイ。でですね、まあ今回は僕探す側になってちょっとレゴ版でやろうかなと、かくれんぼ。そもそもみんなレゴ版やってます？やってない。初めてやね。普通のすらやってないよ。じゃあということで、どうですかレゴフォートネット、すごくないですかこれ。いやマジですげえこれ。でちょっとね、一応モブが出ない設定にしたんだけど、ちょっとなんかバグでちょっと湧いちゃうのね、かくれんぼ中にも、はい、ちょっと殺されちゃう可能性があるから、ちょっとみんなにちょっと剣渡しとくから、俺がて、うん、この剣を一人一本拾ってもらって、ね、一応まあ今回かくれんぼ用にこのマップ作ってて、飛べるサバイバルモードなんだよこれ、うん、飛べるだからほら、すげえ、だからまあ隠れるとき一応ね空中にもまあ隠れれる場所あるから、この機能を使って飛んでも大、うん、隠れても大丈夫、範囲内だったら。そんな感じで早速かくれんぼやっていきますか。じゃあ一応もうレゴ版フォートナイトはね、もう余計なことできないから安心してください。何もしもできません。あーなるほどね、はい、あチートなしね今回は。はい、今回何もできないんで、制限時間まあ10分ぐらいで、10分15分でやろう。じゃあそれでは皆さん各自隠れてください。はい、さあということで皆さんね、はい、無事に騙せました。ちょろいな、おかしいだろ飛べるサバイバルモードって。ということでね、はい、全員が隠れてる場所ね、はい、丸見えです。もうどこいるかね、はい、全然わかります。よーし、久しぶりのミスティックスの企画だけど、まあかくれんぼだよね。もう俺らと言ったらかくれんぼ、かくれんぼと言ったら俺らみたいな。おー、なに、まあそんなミスティックスの定番企画を今回レゴでやらせていただけるってことで、まあ、結構ね思ってたよりマップが広くはないんで、結構隠れるところも絞られる気がするんですよね。この黄色の家良くない？これ結構でかいね。これ行こうか。あーいいねいいね、このね家の広さはね、いい。これさ、家の中どうせ探すじゃんみんな、だからあえてここにしよう。ここもう丸見え、丸見え、丸見えすぎんだろこれ。わ、どこ隠れよっかな。わ、どうしよう、意外と隠れるとこないぞ。うん、難しいな。ちょっと家の中行くか。すごっ、なんもない、内装ここなんだ。ここいいんじゃない、ここ行く、ここどこ隠れよ。これでもバレーそうやしな、どこって。あ、でもここら辺隙間とか入ったらバレなそう。ここら辺なんかどっかないかな。あ、いいね、ここら辺多分。おいしい、痛いってあいつ殺す、死ね死ね死ね。あ、強っ、あ強っ、この状態で隠れてよ。あ、これめっちゃ強くね、なんか知らんけど。3分くらいで探しに来るらしいから隠れるか。こんなん家の中がいっちゃん強いだろ。いた、押し折れた。こんなん家の中がいっちゃん強くね、こんなん。あ、やべやっぱここにしよう、この浮いてるやつ、傾いてるやつにしよう。さあということで、まあそろそろまあみんな隠れれた、これ。うん、もうそろそろ探しに行っちゃおうかな。ちょっとどうしよう、何しようかな、もう全員ない場所分かってるからさ。うん、ちょっとまあ遊ぶよ。うん、とりあえずどうしようかな。まあなんか牛とか鶏とか出してみる。牛とかね、鶏とか、いった、
おい、なんだよ、ちょっとなんか来たんだけど。一旦動物攻めでいきましょう。まあ一応被害がね、あまり出ない動物から。ってことで、ちょ、まずおしるこさんがね、多分ね、家の中にいんのかな、これ。ちょっと待って、ちょっと待って、大丈夫これ。え、バレた今。中っぽいから、中に牛でも投げる。あれ、入らない。はい。あ、入った。え、なんか投げてる。え、何それ。ちょ、なに。え2階にいるぞ、牛が。牛2階に投げよう。おしるこさんが2階にいる。ちょっと、牛まみれにしてやろうぜ、ちょっと、牛まみれにしよう。やばい、牛が。なに、ほんとに。え、なにこれ。いや、どういうこと牛多すぎだろ。おい、ちょっと待って、これバレてるのこれ。なにこれ。いや、バレてないのか。すごい。おしるこさんのいる家、牛まみれだ。ちょっとこれやっぱ楽しいな。このチートかくれんぼの面白さちょっと久しぶりに思い出したわ。じゃあ次どうしようかな。エビオさんとか、まあ、雪道さんあたり行こうかな。じゃあ雪道さんのあたりをまあ探しに行くように見せかけて、見せかバレバレだろこれ。これちょっととりあえずちょっとどうだこれで。はい。なんか足音したな。あれ待って、近い、もしかして。何これ。え、何、鶏？なんか撫でるってできる。撫でるか。え、めっちゃ近く寄ってきた。え、何これ。めっちゃ鶏来た。ちょ、待って。え、何これ。ちょっと困ってたぞ、今。え、どういうこと？異常繁殖してるよ。いや、これが面白いところですよ、チートかくれんぼの。もう本当にね、普通じゃできませんからね、こんな企画。ミスティックスメンバーだからできてます、これ。フォートナイトやんなすぎてる。じゃあ、ちょっと次、エビオさんに。どうしよう、エビオさんは、この闘牛かな？山牛。エビオさん、山牛だよ。エビオさん、山牛だよ。うわ、びっくりした。何これ。何なんすか、これ。え、なんか牛いんだけど、何あれ。これは？うわ、これ、難しいな、ホールインワン。ホールインワンさせるのむずい。これどうだ？あ、これいいんじゃない？あ、これいいぞ。やばくないこれ。やばくない？何これ。なんすかこれ。あとはタッピーさんとか。タッピーさんは？あ、ちょっと、すごいとこいるな。あれはちょっと無理あるな。あれだけはちょっと無理あるから、一旦タッピーさん無視でいいや。まあでもそろそろ一人ぐらい見つけないとなんかおかしいか。じゃあちょっとね、一番ね、あ、何もできなそうなタッピーさん見つけたって。ユニコ。なんか待って、なんかこっち来て、ね、なんかすごいくない？こんにちは。あの、こんにちは。あの、逃げないでもらっていいですか？あ、やばい、しおれた。痛い。あなたバレたんですよ、もう。ああ。いや、あなたもバレたんで、ちょっとじゃあ。なんで来るの？はい。あの、もう見つかってるんで、あの、ちょっとね。じゃあ、ここいてください、もう。あ、ソファ、ここ牢獄です。はい、ここ牢獄なんで。よし。まあ、とりあえず、タッピーさんをここにね、あの、ぶん投げておけば、まあ、タッピーさんにバレることはないでしょう。タッピーさんに今やる？これ。これ、入るよね。はい。今やります。で、ちょっと僕は逃げる。危ない。何血を盛る、血を盛る。え、何これ？スヌーピーじゃん。あと、ザックさんは？そういえば。あ、ザックさん、この家の中にいんのか。クモとか投げる？ちょっと、クモとか、サソリとか言っちゃうよ。ちょっと、行っちゃうか、これ。一応ね、死なない設定になってるんで、まあ、殺すことはないですね。ザックさんが、いや、でもそれ、ちゃんと隠れてんね。ここら辺なら誰にも見られないだろう。よし。いけ。何してんだよ。うわ、モンスターおる。あれちゃんって壊したらあかんないって。やばい。やばい。めっちゃモンスターおる。モンスターわかんねんな、これ。暗かったかと。やばい、エビオさんに何もしてなさすぎるから、そろそろエビオさんになんかしよう。骸骨でも出しとく、これ。この骸骨とかでも、強すぎる。まあいいや、こいつ出しとくか。ザコスケルトンとかもちょっと出しときたいね。ちょっと、どう？これでちょっと苦しむんじゃない？うん、なんだこれ。あ、なんか来た。いてっ。エビオさんなんか黙ってぶん殴られてるんだけど。なんかよくわかんないけど、いいや。おしるこさんあそこいるな。じゃあおしるこさんには大量のスケルトン軍団呼び寄せちゃおうかな。いけ。スケルトン軍団いけスケルトン。これでおしるこさん狙わないか？大丈夫か？大丈夫？逃げて。え、なに？ちょ、ちょ、やばい、なんかいっぱい来た。待って。え、なんか、え、モブみたいな湧いてんだけど、めっちゃ。家の中入れないの？でもこの人たち。え、じゃあもう家の中いればいいやん。あ、中入ってたな。中に投げたろ。やっぱ入んね。
やっぱ入んない入んない入んない、やっぱ入んなさすぎる、やばい、全部外にな、やばい、やばい、外が今すごいことになってる、ちょっとやばい、外やばい、ほんと外がやばい、自分の首を苦しめてる。これなんかお友達みたいなの出してあげるか、誰かに。いいんじゃない、なんか悪党出してあげる、悪党かっこいいとか言って、なんかいくみさんとかね、こういうの好きでしょ、これなんかファルコンナイトセンチネルみたいなやつ。まあここでね、ちょっと探すふりをね、ちょっと探すふりをしておいて、今多分ゆきみさんはあれ見つかんなかったって喜んでますよ、多分喜んでるところに僕はこいつを投げ込む。はい、こいつをね、えい、はい、投げ込みました、ゆきみさんの元へ。なんか、なになになにこれ、なにこれ、え、なになになにこれ、なにこれ、え、なんか喋っとる、なになになにこいつ、仲間敵、待って、いた、おお、敵だ、よいしょ、ゼロ、よいしょ、6ダメ。相手の装甲が硬い。なんか骨と戦ってない？やり合ってるよね、やっぱ。頑張れ。そろそろ一人見つけるか。エビオさんでいいや。エビオさん見つけたわ。あ、エビオさん見つけた。あなた、なんでタッピーさんと会話してんの？まだ見つかってないのに。だって暇だったんだもん、全然見つかんないから。ああ、そういうことか。遅いよね、ほんと。意外と難しいんだって、これ。てか、この、なんか、建物壊れたりしたけど、何これ。骸骨出てきたけど、あね、これ骸骨、いやでもこれ湧いちゃうんだよね。なんか青い鉄球みたいに投げてなかった君。あ、それあれ、あのスケルトン倒すためには湧かないようにさ、あの湧き潰しみたいなもん、あれもう湧かないから大丈夫。そう、今日はもう終わっちゃったよ、エビオさんのせいで時間食って。これチームプレイなんだよね。はい、終了。うわ、全然見つけられなかったんだけど。え、私に来た、見つけた6人。いや、でタッピーさんとエビオさんしか見つけられなかった。え、死ぬか。いやいや、むずいんだってこれ意外と。ちょっと僕今なんか、うん、謎の敵と戦闘してんだけど。本当だ。え、それ、僕も初めて見た。何それ。何こいつ。何こいつ。どれ。何それ。かっこいいやついるんだね、こんなね。強こいつ。いや、ちょっと、ちょっとマジでリベンジしていい？ちょっと。もう一回やっていい？リベンジ。もうもう、いや、余裕じゃないかな。2人しか見つけてないんだもん。まあいいんじゃない？じゃあ、リベンジさせてくれ。じゃあ、またちょっと隠れて。またちょっと待っとくから。オッケー。次どうしようかな。まあでも次でやっぱリベンジ果たしたいから、まあこいつらの出番よね、このブルートちゃんで、ブルートちゃんの出番ではある。誰だな、ちょっとダイナマイト、もっとダイナマイト使おう。よし、じゃあみんなもうそろそろ隠れたかな。じゃあ一旦ちょっとダイナマイト投げとくか。おいおい、結構壊れた。あ、思ったより壊れなかったな。ただおしるこさんはびっくりしたでしょ。え、なんだ、え、なんか爆発してる。なに、おーおい、どうした。もう一発投げとこう、ちょっとおもろそうだから。おいおい、やばい、なんか、なんか壊れてない、ここ。あ、てかタッピーさんに見られてる、これもしかして。タッピーさんに見られてた説ない、これもしかして。だけど、えぐ、ここからタッピーさんのいるところに、はい、投げる。これでどうだ。さあ、ちょっと、まあ、あ、タッピーさんバレてる。タッピーさんがいじめられてる。これ、誰普通に歩いてんだ。なんで普通に歩いてんだよ、こいつ。おー、すげえ。なんか、騎士みたいな。なんだ、あれ。いた！え？いた！え？いた！え？いじめられてない？じゃあ、あとは、まあ、ザックさんあたりとかに、ちょっとこれ投げときます。ういー。やばい。おー！壊れたで。大丈夫これ。やば、あいつやばい。エビオさんが見てるぞ。エビオ、あいつやべ。ミスター。あいつちょっと見つけといた方がいいな。あいつちょっと、あいつだけちょっと見つけといた方がいいかもな。ちょっと、あれだわ、もう制裁食らわせとこ。いけー、いけー。おい、あ、なんだよ、なんだよ、ほら、なんだよ、ほら、なんだよ、ほら、え、なんだよ、なにこれ、なにこれ、えー、うわあ、俺の口が。よし、見つけました。え、見つけました。なんだこれ。え、なんで割れたこれ。え、見つけました。じゃあ、見つけたんで。はい、以上。え、じゃあ、ちょっと出します？ブルートちゃん。まあ、一旦一体出すか。まあ、出しすぎてもあれだもんね。よし、ちょっとじゃあ、ゆくみさんちょうどいいところいるから、ちょっと、ここで。はい、頑張れ。ん？え、ちょっと待って、なんか崩れた。え、なになに、なんか、なんかや、上にいる。はい、頑張れー、ゆきさん頑張れー。ちょっと待って、ゆきさん。ちょ、なにこれ、え、ちょっと待って、落ちた。でかい。なにこれ。なにあれ。え、さすがにおかしくない、あれは。なにあれ。おい、えぐいのおるで。えぇ、なんか、
すべてが壊れたくね今なんか。やばい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 。行け。あいつ強っ。ちょっと家全壊しちゃった。せめて倒す。やばいやばい、鬼いる鬼いる。ゆきみさん右だ。ちょっと何これ何これ。何と戦ってんのちょっと。わかんない。何やってんの。出てきた出てきた。もう見つけたから。うん、まあ見つけたから。こうおもろいわ。まだ対処してる。あちょっとなんかやばいやばい、被害がすごい。あ、ちょっと崩れちゃった。え、もう全部崩れた。このクレーンみたいなやつ。あ、やばくね。あ、やばい。上の気球も、上の気球も落ちてきた。え、なになになに、なんか、え、崩れてない。え、ちょ、なになに、おい、魚みたいな。痛み感じてへんか分からへんみたいな。あ、やばいやばいやばい、壊れた。なんか、やばいやばい。おー、やばいやばい。耐震性悪すぎ。おー、世界は残酷だ。よしよしよし、ちょっと、おしるこさんの家にさ、こいつ投げたいな。よし、行きます。はい。どうだ？おしるこさん？おしるこさん？頑張れ！おしるこさん、頑張れ！頑張れ、おしるこさん！頑張れ！かくれんぼどころのあれじゃないやん。どういうこと？なになに、本当にちょやばいやばいやばい、待って、もううわ、やばすぎ、ちょ、もうこれ家の中に入れないよ、これ。いや、おしるこさんが痛い。はい、見けた。はいはいはい、はい、見けた。もう、はい、見けた。なんか、もうちょっと、おしるこさんの、ちょっと待って、おしるこさん、なんでそんな得意に、さっきいなかったじゃん。いや、なんかさ、このすっげえモンスターみたいなのも入って、俺の家に。本当だ。いや、もうやばすぎて逃げたんだよね、これ。見つけたんで。何じゃん。はい、まあ、見つけたんで。はい、あ、面白い。じゃあ、あと2人だな、ちょっと。あと2人にもちょっと投げたろ。あれ、タッピーさんとこ行った。あ、タッピーさんいるな。あそこいるわ、なんか。ザックさんと2人でなんか旅してない？ここめっちゃ安全そう。ここクソ安全そう、なんか。あ、タッピーさん来た。あ、やる？行く？よし、行こう。あいつと戦ってみよう。いいだやれ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 。オッケーオッケーオッケー。やれます。うちらならやれます。よし、回避して。やばすぎ、強すぎ、こいつ。かくれんぼってなんだよ、これ。おい、ナイスー。よし、ナイス。よし、隠れよ。やばい、なんか大変なことになってる。わあ、やばい、やばい、壊された。え、どうしよう、これ。これ、どうなってんの、これ。何や、これ。なんか襲われたよな。なんかね、マップ半壊してる。もう家壊されちゃったよ。俺隠れてた家なくなっちゃったよ。どうですか皆さん。あれ、なんかすごいことになってません？ちょっと今モンハンする、モンハン。ちょっと助ける助ける。なんかすごいことになってません？モンハンやるモンハンやる。どうぞどうぞどうぞ。はいはいはい、マキロマキロ、マキロ。はいはいはい、ジャンプ切り、ジャンプ切り。はい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 。ということでね、僕はなんかします、そりゃ僕はなんかしますよ。信用してたのに。やっぱチート使わないと何もできない。まあ、いろいろとね、まず説明することがあってですね、あなたたちなんかその指摘してこなかったんですけど、ネームプレート見えてるじゃないですか、そもそも。僕たちがチームで隠れる側からだから。もう全員う鬼見えないんじゃないの。いや、見えてました、そもそも。見えてない。なんでわかるんだよ。で、まあ、あとは、まあ、なんか、多分2試合目とか、パカーズとか一緒じゃん、なんかダイナマイトで。多分おしるこさんとかわかるけど、うん、やばかったやばかった。うん、あれも僕ですし、おしるこさんとかこれもわかると思うけど、めっちゃスケートファイタリタとか俺しかわからんやつ。モンハンは面白かったね。モンハンは面白かった。いや、僕もでもブルートを出した時はすごい面白かったわ。一気に家壊れるんだもん、ほら。ザックさんが隠れてたところなんてもうこうなってるよ。ほら、あ、それ俺が壊した。お前かよ。ということでね、はい、皆さん、フォートナイトね、最新版プレイしないとこんな感じで騙されちゃうんでね、しっかりとプレイしましょうということで、この動画が面白かったら、ぜひ最低だなと思ったら、ぜひチャンネル登録して、通知にして、高評価押してください。高評なら、またやります。ということでね、今回はこんな感じで終わります。では、バイバイ。ネットリテラシーの授業みたいな。